はい、望月凛です。今回は美容室やエステなどの経営をしている佐野直樹さんの書かれたインド式グルノートの秘密を解説していきます。この本は一言で言うと人生を豊かにする具体的な方法を教えてくれる本だ。人生を豊かにか。ああ、この本の著者は美容室の経営をしていて最初のうちは仕事がうまくいっていたんだ。しかし仕事が忙しすぎて次第に夫婦のすれ違いが増えていき離婚。おまけに社員が次々と会社を辞めてしまう。あらら。そしてあまりの絶望とストレス、過労で著者は体調を崩してしまうんだ。それはきついですね。著者はなんとかそんな地獄のような状態から抜け出そうと今までに1億5000万円ほど自己投資をしてきたそうだ。1億?すごいな。藁にもすがる思いだったんだろうな。だが何をやっても八方塞がりだった。だがそんなある日、インドに数多くの世界的なリーダーを教えるグルという人物がいることを知る。何ですか?グルって。グルとはサンスクリット語で指導者を意味する言葉だ。つまり迷っている人たちを導く人だな。なんかスピリチュアルっぽくて怪しいな。まあな。だがそのグルの助言を求めて世界中から経営者や芸能人が集まってくるのだ。へえ。そこで著者もそのグルという人物に会うためにインドの奥地へと向かった。そこでグルに教えてもらったアドバイスがきっかけで著者のメンタルは回復していき、積極的に行動できるようになり、再婚、そして会社の業績アップ、さらに子供を授かるなど人生が激変していったそうだ。おお、すごいな。そんなグルからの貴重なアドバイスを元に書かれたのがこのインド式グルノートの秘密という本だ。今回の授業を受ければ悩みを減らして人生を豊かにする具体的な方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。1つ目は人生がうまくいかない人はいつも動き続けているだな。ここでは立ち止まることの大切さを解説していく。立ち止まるか。ああ、早速インドの奥地でグルに会った著者はグルからこう言われる。全ての人たちはまず立ち止まることを学ばなければなりません。立ち止まる時だけ神聖が起こるからです。すみません。神聖って何ですか？神聖とは生まれ変わった気持ちで人生を再出発することだ。へえ。つまりグルは人生に違和感や悩み、迷いがあるのなら一度立ち止まりなさいと言っているわけだな。なるほど。例えばインドでは調子が悪い時は断食をよく行うんだが、それは毎日24時間消化を行っている胃腸に休息を与えるためだ。そうなのか。ああ、実際に断食をすると今までの食生活を見直したり小食に目覚めたり、または味覚が変わって普通の卵焼きがとても美味しく感じたりする。はいはい。これと全く同じことが私たちの日々の仕事や恋愛、行動にも言える。ほら、毎日忙しく何かをやっていないと気が済まないという人がいるだろう。僕ですね。毎日仕事に追われていますし残業続きですよ。人生に違和感を感じているが、それが何なのかわからない。そして自分がどう生きたいのかを深く考えることなく日々ルーティンワークに追われている。はい。そして気がついた頃にはこの本の著者のように長時間労働をしたり休日出勤をしたりして強いストレスを感じてしまうことも多い。ひえ。実際に幸せになるためにやっていた仕事で不幸になり自殺をする経営者や芸能人はたくさんいるしな。そうですね。なぜこうなってしまうのかというと道を間違えたからだ。道を間違えるか。でもなんで道を間違えたんでしょうか？忙しいという字は心をなくすと書く。つまり忙しくしている時、私たちは自分がどういう人生を送りたいのかを考えていないことが多いんだ。なるほど。だから人は忙しいと道を間違えるのか。そうだ。飛行機だって飛ぶ方向が違えばどんどん向かう方向が変わっていくだろう。そうですね。人生も同じだ。もし道を間違えたのなら一度立ち止まって考えて軌道修正しなければならない。だから最初に言っている通り、グルは人生に違和感や悩み、迷いがあるのなら一度立ち止まりなさいと言っているわけだ。なるほど、そういうことか。でも立ち止まれって言われても社畜にそんな時間はないんですけど。できれば有給や3連休などを取ってほしいんだが、そんな時間が取れないのなら毎朝5分の時間を取るだけでもいいぞ。5分間だけでいいの？ああ、その5分を使って立ち止まり自分の人生を軌道修正するのだ。ここでは人生がうまくいかないのはいつも動き続けているからだということを覚えておいてくれ。次は苦しみの原因を正確に理解するとすっきりするだな。さて朝の5分でいいから少し立ち止まる時間を作ったら早速やってほしいことがある。はい、やることはシンプルだ。まずは紙とペンを用意して今抱えている苦しみをノートに書くんだ。なんで苦しみなんてノートに書くんですか？苦しみというのはその原因をしっかりと把握するだけですっきりするからだ。え、そうですかね。ああ、ほとんどの人は苦しみの原因を把握できていないことが多い。自分は一体何が苦しいのか、何が辛いのかを正確に理解していないんだ。なるほど、漠然とした悩みなんですね。そうだ、ほら、苦しみといってもお金の悩みや恋愛の悩み、美容、人間関係など多岐にわたるだろう。そうですね。それを正確に理解するためにもノートに自分が何に悩んでいるのかを書くことだ。そうやってその原因がわかれば、あ、自分はこんなことに悩んでいたんだと感じてすっきりする。まあデトックスみたいなものだな。自分の頭や心の中のモヤモヤをノートに吐き出すんだ。なるほど、わかりやすい。そして何より正確に苦しみの原因を理解できればその問題を解決する手がかりになる。確かに悩みの原因がわからないと対処のしようがないですもんね。そういうことだ。だからまずは遠慮せずに自分が苦しいと思っていることをノートにどんどん書いていこう。苦しみは何でもいいぞ。例えば会社の残業時間が長すぎてクソとか、なんで自分ばっかり家事をやらなきゃいけないんだろう、疲れた、肌荒れがひどくてイライラするといった具合だな。おお、本当に何でもいいんですね。ああ、それは今この瞬間に悩んでいることでもいいし、ずっと悩まされてきたことでもいい。このようになんとなく苦しいとかなんとなく不安で終わらせるのではなく、ノートに何が怖くて何が不安なのかを書いて自分の本心を理解することだ。わかりました。ちなみにこの悩みはメモ帳を4分割にして右上に書くことだ。メモ帳の右上に悩みを書くんですね。そうだ。次は理想の状態をノートに書くだな。さて先ほどは苦しみを書いた。はい、ここでは理想の状態をノートに書いていってもらう。理想か。ああ、理想とは自分にとってのゴールみたいなものだな。当たり前だがゴールがはっきりしていないと道に迷っても軌道修正できないだろう。確かにそうですね。自分の理想をはっきりとさせておかないと日々の忙しさにかまけてどんどん理想から遠ざかっていってしまう。そうなるとなんか仕事ばっかりしているなと朝の満員電車の中で落胆するような状況になってしまうのだ。なるほど、それは嫌すぎる。だから自分にとっての理想を書くのだ。でも自分が本当に何を求めているのかあんまりわからないんですよね。そういう人もいるだろうな。そういう場合は先ほど書いた苦しみの逆をイメージするといいだろう。逆？ああ、例えばさっきの項目で書いた苦しみが肌荒れがひどくてイライラするというものであれば、肌がツルツルで綺麗になりたいというのが理想の状態になるだろう。もし残業するのが嫌だと思っていたのならその逆、つまり残業のない会社で働きたいが理想になるだろう。なるほど。ここも先ほどと同じように制限をかけずに思うがままに理想を書くのがポイントだ。やってみます。ああ、書いたものが 100% 自分の理想ではないかもしれないが、少なくとも今よりも自分の理想に近づいていっているはずだ。確かに苦しいことがなくなれば幸せに近づきますもんね。ああ、このように自分の心の中に思い描いている理想を書いて把握しておくことが大切だ。そうすれば人生で迷った時の道しるべとなるだろう。わかりました。これをメモ帳を4分割にして右下に書くことだ。メモ帳の右下に自分の理想の状態を書くんですね。そうだ。次は理想が叶った時の感情を書くだな。さてここまで悩みと理想の2つを書いてきた。はい、次は理想が叶った時の感情を思い描いて書き出すのだ。感情か。ああ、ここもシンプルに自分の中から溢れ出す感情をそのまま想像して書くといい。例えば残業のない会社で働くことが自分の理想であれば、本当にそうなった時にどう感じるのかをリアルに想像して書くんだ。大体は嬉しい、ワクワクする、やった、できた、幸せなどだな。なるほど。僕の理想の状態は僕を理解してくれる黒髪で色白の肌の可愛い彼女と付き合うことですね。それが叶ったら幸せって感じです。そうか。ならそれでいいぞ。でもなんでわざわざ感情を書くんですか？ナイス質問だ。それは頭の中に具体的に映像を思い浮かべてワクワクするためだ。え、ただイメージしてワクワクするためだけに感情を書くんですか？ああ、そうだ。なぜなら人間はイメージできないことはやろうとしないからだ。ほら、陸上選手はハードルを飛ぶ前に自分がどの地点で踏ん張ってどう飛ぶのかを具体的に頭の中でイメージする。頭の中で自分がハードルを飛べるイメージを強く持っているからこそ挑戦できるのだ。なるほど。逆にもしハードルを飛べないというイメージを持ってしまったら、そもそも挑戦しようとしないだろう。確かにそうか。ああ、このように自分が理想を叶えたイメージを持ってワクワクすることは何かに挑戦するためにとても重要なのだ。納得しました。この感情はメモ帳を4分割にして左上に書くことだ。メモ帳の左上に理想を達成した時の感情ですね。そうだ。次は理想を叶えるための行動を書くだな。ここまで苦しみ、理想、感情の3つを書いてきた。はい。最後はその理想を叶えるために今できる具体的な行動を書くのだ。今やれる行動か。ああ、例えば残業のない会社で働くことが理想なのであれば、残業のない会社を調べる、転職活動をする、副業を始めるというのが理想を叶えるための行動になるだろう。もちろんその行動は人それぞれ違う。自分が一番ピンとくるものを書くといいぞ。わかりました。そうやってとにかく自分の理想を叶えるための具体的な行動をノートに書いて認識しておくことだ。そうすると忙しさに追われていても自分が何を優先して行動すればいいのかがはっきりと把握できる。把握できていればちょっとした空き時間を使って行動できるかもしれない。これが大事なんだな。なるほどな。そしてこれをメモ帳を4分割にして左下に書くことだ。メモ帳の左下に理想を叶えるための行動を書くんですね。ああ、そうだ。さて、ここまで言ったことをまとめると、メモ帳の右上に苦しみ、右下に理想、左上に理想が叶った時の感情、そして左下に理想を叶えるための行動が書かれているはずだ。はい。これをグルノートと呼ぶ。グルノートか。そしてこのグルノートを毎朝5分間でいいから時間を作って書くことだな。そうすれば自分の本心を理解して人生の軌道修正をすることができるのだ。わかりました。絶対にやってみてくれ。次は紙に書いた人だけが成功するだな。さて、ここではなぜ紙に書くと成功するのか、その理由を説明していく。はい。それは人は忘れるからだ。忘れるか。ああ、実際にエビングハウスの忘却曲線によると、人は20分後には覚えたことの 42% を忘れ、1時間後には 56% を忘れ、そして次の日には 74% を忘れるということが分かっている。人ってめちゃくちゃ忘れるんですね。ああ、つまりお前が不満に思っていることや理想を頭の中で思い描いていたとしても、残念ながら紙に書いておかないと忘れてしまうのだ。なるほど。そんなことはない、覚えられるという人も自分が前の大晦日に決心したことを忘れてしまったはずだ。確かに覚えてない。そうだろう。このように私たちは紙に書いて毎日思い出さなければ忘れてしまうのだ。そして忘れてしまえば苦しみを抱えながらいつもの忙しい日々を送ることになる。それは嫌だな。そうだろう。実際に経営コンサルタントである神田正則さんの書かれた非常識な成功法則という本にも、実現したいことを紙に書き毎日その紙を目にしてワクワクしなさいと書かれている。やっぱり紙に書いてイメージすることが大事なのか。ああ、成功者は何度も思い出すために自分の願望を紙に書き出しておくのだ。へえ。だから今ペンを手に取り、まずは1ページでもいいから今まで説明してきたことを書いてみることだ。紙に書いた人だけが成功するのだ。次は人は意識しているものしか見えないだな。もう一つ紙に書いた方がいい理由がある。まだあるのか。ああ、それは人は紙に書くことでその物事を意識して見ることができるようになるということだ。紙に書くことでその物事を意識して見ることができる？どういうこと？説明しよう。例えば30秒だけ時間をあげるから、この部屋にある赤いものを教えてくださいと言われたとしよう。あ、はい、赤ですね。ああ、周りをキョロキョロと見渡してみてほしい。はい。そして30秒後に、この部屋に黄色いものはいくつありましたかと質問する。黄色ですか？そうだ。こう質問されるとほとんどの人はこの質問に答えられない。黄色いものを見たでしょと聞かれても、赤いものって言われたからと答える。そうですね、僕もそうですよ。このように人は意識しているものしか目に入らないのだ。なるほど。もっと分かりやすく言うと、不動産をやっている人はマンションを意識して見るようになるし、筋肉をつけたい人は電車の中や人混み、本屋さんなどで筋トレや BCAA、プロテインというワードが目に入りやすくなる。裏を返すとそれ以外のものは見えなくなるのだ。なるほど、人間ってすごいな。ああ、この人間の習性を生かすことだ。つまりノートに苦しみや理想、行動を書くことで、無意識に私たちは自分の理想を叶えるための情報が目に入るようになるのだ。そうか。こうすることで無意識に自分の理想に近づける。だから騙されたと思って紙に自分の苦しさや理想を書いてみることだ。人は意識しているものしか見えないということを覚えておいてくれ。次は人を幸せにする8つの要素だな。さて、今までノートの書き方とノートに書く意味について説明してきた。はい。ここでは人が豊かに幸せになっていくために必要な8つの要素について説明していく。人が幸せになるのに8つも必要なのか。ああ、なんだかわかるか。金と女ですかね。違いますか。まあ、間違ってはないぞ。お金はとっても大事だろう。だがそれは一つの側面に過ぎない。お金があったとしても健康じゃないとつまらないし、女にモテていても自分のやりたいことにチャレンジしていないと退屈だ。そうか。そんな風に人間が幸せになるためには、お金や恋愛など一つの要素だけを満たすのではなく、バランスよくいろいろな要素を満たす必要があるのだ。なるほど。その8つの要素って何なんですか。うん、それは知恵、使命、人間関係、子孫、お金、美と健康、チャレンジ、貢献の8つだ。重要なことだから一つずつ説明していくぞ。お願いします。まず一つ目は知恵だな。これは自分が心から学びたいことを持っていることがあるかないかだ。学びたいことか。ああ、それは数学でもいいし、マーケティングでもいいし、心理学でもいい。なんならゲームの攻略法でもいい。とにかく人は心から学びたいものを持っていると幸せを感じられるのだ。なるほど。2つ目は使命だな。自分はこれをやるために生まれてきたと思えるような目的を持っていることだな。例えば、自分は音楽がしたい、文字を書いて人に影響を与えたい、山に登りたいとかだな。仕事や趣味、部活に関わらず、人は何かに夢中になっている時、生き生きと生きることができる。ほら、お年寄りでも何かに没頭している人は輝いて見えるだろう。そうですね。あんな感じで使命を持っていることが幸せの一つの鍵なのだ。逆に使命がないというのは、目的地がない旅に出ているようなものだから暇や退屈を感じやすいだろう。3つ目は人間関係だな。人間関係か。ああ、言うまでもなく、友達、恋人、夫婦、親戚や同僚、先輩や後輩などとの良好な人間関係は幸せに直結している。逆に妻と仲が悪ければ家にいるのが辛いし、会社の人たちと仲が悪ければ会社にいるのが辛いだろう。そうですね。このように幸せを感じるためには人間関係が良好でなければならないのだ。なるほどな。そして4つ目は子孫だ。まあ、これは子供を持つことだな。子供を持つことは幸せってことですか。そうだ。そもそも人間は本来生き延びて子孫を残すことが一番の目的だからな。それに子供を育てるということは自分自身も成長し癒されていく行為だ。逆にお金や人間関係が良くても自分の子供がいないとどこか虚しかったりするものなのだよ。なるほどな。やっぱり結婚して子供を作りたいな。うん、頑張れ。5つ目はみんなの大好きなお金だな。お、来ましたね。これはそのままだが、不自由を感じない程度のお金があることだな。ほら、いちいち税金や保険料、家賃、年金、食費などのお金の不安を感じていると幸せを感じることは難しいだろう。そうですね。お金の苦しみって本当に頭から離れないんですもんね。うん、当たり前だが、人間関係が良くてもお金がないとどこにも遊びに行けないし、海外で学びたいことがあってもお金がないと学べない。そうですね。このようにお金は幸せに不可欠なのだ。本当にお金は大事ですよ。6つ目は美と健康だな。人生を楽しむためには健康であることも必須だろう。健康で外見に清潔感があれば自然と行動的になれるし、物事を楽しむ余裕ができる。逆にいくらお金があっても調子が悪いと物事を楽しむ余裕がないし、幸せを感じられないだろう。そうですね。7つ目はチャレンジする勇気だな。チャレンジか。ああ、これは小さくてもいいから新しい一歩を踏み出すことだ。例えば今まで行ったことがない美容室に行ってみるとか、海外旅行に行くとか、興味のあるイベントに参加するというのもいいだろう。そういった小さいチャレンジをすると、自分では想像していなかったことを知れたり達成感が得られる。逆に毎日同じような一日の繰り返しであれば退屈を感じてしまうのだ。そして最後、8つ目は貢献だ。貢献か。ああ、これは誰かに何かをしてあげる幸せのことだな。自分だけでなく他人にとっても自分はプラスの存在だと心から思えると、自己肯定感が上がって幸せを感じられるだろう。逆に自己中心的だと誰からも感謝されないから、なかなか幸せを感じられない。なるほど。さて、これが人が幸せになる8つの鍵だ。こんな風に人間が幸せになるためには、お金や恋愛など一つの要素だけを満たすのではなく、バランスよくいろいろな要素を満たす必要があるのだ。次は、幸せは8つの要素のバランスで決まるだな。さて、先ほど長々と説明してきたように、人が幸せになるためには知恵、使命、人間関係、子孫、お金、美と健康、チャレンジ、貢献の8つの要素が必要になってくる。はい。このバランスを取ることが大事なのだ。バランスですね。ああ、分かりやすくするために一度この図を自分なりに埋めてみてくれ。はい。こんな感じですかね。お前なんか辛そうだな。ああ、はい。毎日やんわり辛いです。まあそれでいい。まずはこのことに気づくことが大事だ。このグラフをまんべんなく大きくしていくことで、お前は今よりも間違いなく幸せになれる。なるほど。僕の場合は特に低いのが子孫、お金、チャレンジの3つですね。そうだな。つまりお前はお金を稼ぎ、何か新しいチャレンジをして結婚して子供を作ると幸せになれるわけだ。あー、確かにそうかもしれないです。ということはそこに時間を使った方がいいだろう。そういうことか。逆にお金がすでに満たされている人は、さらに仕事をしてお金を増やせたとしてもそれほど豊かさを感じられない。ということは、時間の使い方をお金から人間関係や子孫、チャレンジに変える必要があるわけだ。まずはこの図を埋めて、自分が何をすれば幸せになれるのかの検討をつけるといいだろう。幸せは8つの要素のバランスで決まるということを覚えておいてくれ。最後は、知っていると実践しているでは全く違う結果を生むだな。さて、今までグルノートを書くことで自分の本心を理解する方法を説明してきた。はい。もし自分が本当は何を求めているのかが分かったのなら、最後は恐れずに行動してみることだ。やっぱり行動か。ああ、例えば自分の理想が残業のない会社で働くことで、そのために必要な行動が転職活動をすることなのであれば、恐れずに転職活動を始めてみよう。自分がどうなりたいのかを知っていたとしても行動しなければ何の意味もないからな。確かにそうですよね。でも何をすればいいのかは分かってるけど、なかなか実行できない人って多いですよね。ああ、そうだな。だがそれでは宝の持ち腐れだ。ほら、車を止めて Google マップで目的地が分かったのにそこに向かわないなんて馬鹿げているだろう。そうですね。せっかくノートに書いて自分の本心に気づくことができたのであれば、最後は恐れずにアクセルを踏むことだ。わかりました。やってみます。ああ、知っていると実践しているでは全く違う結果を生むということを覚えておいてくれ。まとめだな。人生がうまくいかないのはいつも動き続けているから。なんで苦しいのかを理解すると苦しみは消えていく。自分の苦しみをノートに書く。悩みや苦しみのない理想の状態をノートに書く。理想の状態になった時の感情を書く。理想を叶えるための行動を書く。紙に書いた人だけが成功する。人は意識しているものしか見えない。人の幸せは知恵、使命、人間関係、子孫、お金、美と健康、チャレンジ、貢献の8つで決まる。幸せはバランスで決まる。自分の本心に気づくことができたのであれば、恐れずに行動しようだな。すごくいい内容でした。確かにこの本は素晴らしいな。実際に私もグルノートを試してみたんだが、本当に自分が感じている苦しみがすっと消えていって、自分が何をすればいいのかが分かるようになる。忙しいとついつい目の前のことばかりになってしまったり、周りの影響を受けて道を間違えることもあるだろう。だからこそ毎朝5分でもいいから立ち止まって自分の人生を軌道修正していくことが大事なのだ。そうですね。僕はとりあえず子孫を残します。ああ、健闘を祈っているぞ。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。